おはようございます。おはようございます。釣りに行こうよ、はい、ウィークリーエンジガハマサードシーズンボリューム3。今週結構来てるんですけど、全然反応ないですそして今日は北風13。すごい強風っすね。ここいつも北西は結構完全にブロックできるんですけど、今若干東寄りの風も吹いてて、そうですよね、ルアーが飛ばない可能性大なんですけど帰ってくるとかやめてくださいよ。いや、もう一応取っていきましょうはい、頑張っていきます。お願いします。はーい、あ、風も思ったよりマシですね。なあ、背中では受けてるけど、あのルアー飛ぶし、そこまで波も高くないから、そうですよね、全然操作できてて、今日はあの小回りつけしてもよかったんやけど、まあ、金曜日っていうのと、あのリール買ったんで新しいやつですか。そう、セルテート2024。え、もう新品ビチビチというか、で2回目今日使うの。あ、そうなんですか。で、あのレビューの方はこの次の動画でしますんで、はい、はい、なんとか魚釣れたら一番いいんやけど。そうですね、今あのダッツ当たったんでちょっと鱗漬けダッツは嫌やなって。うわー、そうですね、1本目ですからね、まあ、もう少し頑張ります。まだ秋も明けてないんで。そうですね、まあ、貸し切りや。貸し切りです。やっと朝日出てきましたね。あったかくなってきた。あ、今なんか晴れた。え、マジですか。ダツ、ボラ。ダツちゃんと見てなかった。サコスでやってくれ。あ、確かに。頼む。雨の後なんでね、もしかしたら。あ、そっか、昨日冷たい雨降ったもんな。そうですね。冷たくもなかったか。あ、そうですね。まあ昨日結構ぬくかったんですか。ぬくかったよな。今なんかのジャンプ見た。おっしゃ。久しぶりに魚引きを。ダツかもしれないけど、てか多分ダツやけど。あ、さっきからダツっぽいのが当たってますもんね。当たってるよし。まあでも新品のリールすごい気持ちいいんちゃうすか。やっぱり気持ちいい。あの糸も新しくなってるしね。え、5年ぶりでしたっけ。5年ぶりのリニューアルです。わお。多分4年ぐらい使ったんかな。あ、前のモデル。そうなんです。おお、オリンピックよりも長い5年。何か来ないかな、誰もな、今日は特に人少ないですね、やっぱり少ない。一応これあの北風13の景色なんで全くもって釣りするには問題ないです。あ、確かに13の割に全然吹いてないですね。全然大丈夫。エンジガハマの北寄りの風が松林で風裏なるんで、あ、全然大丈夫。あの南西とか南東かなとかにはすごい弱いけど、でもある程度岸向いて波ある方がいいから、ちょっとぐらいの風がベストじゃないかな。あ、南寄りの。あ、なるほど。波とかも立って、マジか。風大丈夫って言ってたんですけど、はい、ウィークリーエンジガハマ3年目にして初めて三脚こけました、はい、あ、カメラってかレンズがちょっとフレームが割れましたね。割れたからちょっと直さないと。あれは あのフィルターはまらんかったもんな。そうですね、ちょっともうほんまにあの使い勝手が悪くなったんで、必須ですね。必須やな、まさかそういうことがあるとは。そんなに風ないと思ってないけど、まあ、たまにあの巻く風、そうですね、どっか反射したやつか分からんけど、あとちょっと追い風で多分倒れた感じです、ね、確かにそうやな、なんで、まあ、多分いないと思うんですけど三脚使う方は気をつけてください。気をつけてください。土のうみたいな下にいるな。まあでも一応倒れた瞬間は撮れた。撮れた初のことです。はい、はい、気をつけましょう、まあ、はい、カメラ気をつけてくださいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。なかなか厳しい日が続いてますですね。どうしまだエンジガハマで魚釣ってませんでもまあ一応脱っ
ぽいのは夏はね、うん、前回と今日も当たったっすね、うんうんうん、でも引き続き、はい、ウィークレンズがハマ撮っていくんでよろしくお願いします。ありがとうございました。